はい、どうもケンジです、今回もドラゴンクエスト10やっていきたいと思います。で、前回お伝えした通り、今回は、ラッカランというエリアと、あとレンドアというエリアに行って、それぞれ、超お役立ちクエスト、をちょっと受けに行こうかなと思ってます。まだこのキャラで、ラッカラン、娯楽島ラッカランと港町レンドアっていうエリア、それぞれ超便利クエストがちょこちょこあるんですけど、そこにはまだ行ってないので、そこに行きたいと思います。はい、ということで今回サポート仲間さんね、旅芸人賢者僧侶ということで、それぞれ33、32、レベル33、32、まあ僕レベル今30なんですけど、酒場でレベル33までの人を雇えるので、それで雇ってます。皆さんHP が233、260、258っていう風に高い人たちを選んで、雇ってます。はい、よし行こう。とりあえず先にじゃあ、どっち行こうか、ラッカラン行こうか。レンドアじゃなくてラッカランの方に先行きます。娯楽とラッカラン、はい、着きました。初めての町、はい、変更はしません。うん、新しいクエストを紹介、あ、違った、これじゃなくて、こっちか、戦歴クエストで紹介された、はい、メダルオーナーの開墾。うん、小さなメダルが交換可能になるクエストですね。それとランプ錬金やるっしょみたいな、ね、これは職人、ランプ職人のができるようになるクエスト。これなんだ、あ、便箋屋さんね、便箋屋さんのクエスト。はい、あとラッカラン、ここすぐ、階段があるんですけど、階段はさておきちょっと外に出ましょう。はい、これがラッカランのエリアなんですけど、まず僕は今一番地図の上の建物から出てきたところにいるんですけども、右下にカジノというふうになってます。左下コロシアムというふうになってます。地図が僕今こっち向いてるのであれだけど、ここはカジノですね。カジノですね。カジノはまた別で録画したいと思います。どのようなカジノがあるのか、ビンゴやスゴロク、スロット、ポーカー、あとなんだっけ、スロット、ポーカー、ルーレットとかあります。で、こっちはコロシアムですね。コロシアムはもうカジノもコロシアムも僕のメインキャラの刑事キャラの方ではすごカジノはスゴロク、コロシアムはコロシアムは仲間たちとバトルしたりとかするので、その辺は紹介しなくてもいいのかもしれないですけど、一応コロシアムがここにあります。はい、で、あとはなんだ、そう、クエストを受けるってことね。で、これが小さなメダルのマークなんですけど、小さなメダルのマークなんですけど、これ小さなメダル王の城ですね。鉄道乗るときも、鉄道乗るときこっち側、またはこっち側の扉から駅に行くんですけどね。それと、前回の住宅街、土地買って家か、土地買って家建てたときにお話したと思うんですけど、VIP のエリアがありますよと。
でそれはあの1億ゴールド以上、土地買うのに1億ゴールドかかるのでというお話したと思うんですけど、それがこのここですね、はい、お金持ちの人たちが住んでる、はい、エリアです。エリアの住宅街ですね、はい、今回行きたいのはこの階段の上、階段の上、はい、ササラナさんのクエストまだ受けれないのかな。ごきげんようお客様、私オーナー所有の、宝物の管理を任されておりますササラナと申します。私の特技は超整理術でございますの。この技術を使えば今よりもたくさんの装備品を所持できるようになりますわ。もし私の相談に乗っていただけるなら、装備品の所持数を増やす技術を特別に教えしてもよろしいのですが、お客様はまだ冒険者として、あ、なるほど、経験が足りないごめん、レベル34以上ね、はい了解。まだね、これまとめやつ、まとめやつってまとめやつってですね、まとめアイテムもらっておこう。カメレオン傘、これあの手に入れたことのある傘に変身できる不思議な傘ってなってますけど、傘ポジションで持てるアイテムってあるんですよね。まあ、おしゃれアイテムみたいな感じで、でそれを、まあ、傘何本も持つとそれだけで傘も一応装備の一つなので装備枠がいっぱいになってしまう。でもこのカメレオン傘を持ってると、そのカメレオン傘の中に傘アイテムが全部入るので、一つの枠で傘がいっぱい持てるっていうようなアイテムです。はい、この万能の証もそう、手に入れたことのある職業の証に変身できる優れものの証ということで、各職業のクエストを、職業クエストを、レベル50まで全部受けたら各職業の証をもらうんですよね。戦士の証、僧侶の証、魔法使いの証みたいにどんどんもらうんですけど、全部の証を1個ずつ持ってたらそれも装備枠がね、十何個職業あるから十何個の装備枠使うわけで、でもこの万能の証を持ってたらこの万能の証の一つの枠の中に全部の証が入る。なので、一つの枠だけで済むっていうのが万能の証なんですけど、これを一応今は使う、まだ職業クエストとか受けてないので、転職クエストを受けたけどね、転職クエストとは別に職業クエストがあるので、それは受けてないのでまだ使うことはないんですけど、まあ一応持っておきます。はい、まあ、でも万能の証は確かこれだけ装備してもおしゃれさが3上がるおしゃれさが3上がる、一番下の枠、一番下の枠、総職業の証で、はい、じゃあおしゃれさ3だけ上げておこうか。これじゃあ装備してね、はいはい、 OK、 はい、次、はい、これまずこの、ゴーレックだっけ、よく参られたでありますな。自分はこのラッカラン島のオーナーゴーレックと申す者であります。趣味は小さなメダル収集、メダルオーナーとニックネームで呼んでもらっても良いのでありますぞ。メダルオーナーね、はい、ほうほう、キ君の名はケイジというでありますか。以後よろしくであります。はい、メダルオーナー、まあ、メダルオーナーこの人ね、はい、僕は戦闘のたびに初めて見る敵を倒すたびに、まあ、モンスターの討伐種類はいっぱい、種類いっぱい倒した方がいいですよっていう話だと思うんですけども、後でいいことがありますんでというのはこの人のことなんですね。どういうことかというと、まあ、まずイエローダイアリーの、お、小さなメダル銃、はい、冒険者の方こんにちは。私は
各国連合モンスター討伐隊隊長のウェルナというものです。我が討伐隊は、魔性の発生により活発化したモンスター討伐のため世界各国から特別に任命された特殊組織であります。世界の危険地域に兵を派遣していますが、兵の数が足りない分は冒険者の皆様にご協力を求めています。皆様のモンスター討伐数は戦歴の中の討伐モンスターリストに記されています。そちらを確認させていただき、討伐数最大1000匹まで100匹につき小さなメダル1枚を我々、討伐隊から支給いたします、はい、100匹につき1枚、200匹になったらもう1枚、300匹になったらもう1枚みたいなね。一部討伐対象外となるモンスターもいます。討伐対象はモンスターリストの名前の左側にくぼみがあるのでそちらでご確認ください。またこれこれ僕が言ったのはこれですね。またさらなる討伐の促進のために倒したモンスターの種類100種類につき小さなメダル50枚を追加で支給しますということで、これは大きいよね。50枚って100種類につき50枚、はい、100種類につき50枚なので100種類で50枚で、200種類でもう50枚もらうのでそれで合計100枚っていう風にもらっていきます、はい、あなたのは、刑事殿ですな。それでは早速戦果確認のため戦歴を見せていただけますかな、はい、ではさ確認させてもらう。まだ50種類いったかな、いってないですよね。あ、100種類か、100種類いってないね。新たに討伐数が目標数に達したモンスターいないようです、ね、まだいないね。はい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 、0枚。倒したモンスターの種類46種類か、まだ道のり遠いけどコツコツ行こう。これはね、ゴレーク。何か用でありますか。はい、小さなメダル交換してくださいよ。申し訳ないのでありますが、今の自分には誰かの話を聞く余裕などないのであります。どうしたらいいのでありますか。あー、レノッホ、はい、ということで、はい、レノッホじゃなくてここにクラノッホっていう人が紫色の字になってますよ。名前が紫になってるのにクエストの人なんですけど、これ戦歴のクエストリストから、紹介されているクエストに、メダルオーナーの会合ということで、これ、はい、ここに娯楽島ラッカランのオーナーの館にいるメダルオーナーの執事クラノッホが何か困っているようだ。レベル15以上の冒険者ならば彼の頼みを聞いてあげられる、はい、このクラノッホがクエスト受注、小さなメダル交換可能になるクエストを受けられる人なので、この人から話聞きます。私は、ゴーレク島の第一羊、主人がこの島のオーナーになられて以来ずっとお仕えさせていただいております。主人と私とは種族は違えどラッカランの発展のため苦楽を共にした、いわば同志とも言うべき間柄、その強い絆で結ばれた主人が大好きなメダル交換もできぬほど、メダル交換大好きか、お心を痛めていらっしゃるのです。あなた様はレベル15以上の方ですね。そのお力を見込んでお願いしたいのです。第二執事のレノッホを探し出してください。彼はある大陸へ小さなメダルを探しに行き、魔が差して民家のタンスに手を回したの俺もやってますけどね、はい、見つかってしまい投獄されました。その後主人が当局に掛け合い、レノッホは釈放されたんですが、そのまま行方が分からなくなりまして、主人は自分が命じた任務のせいでレノッホの人生に傷をつけてしまったんだと大層お悩みなのでございます。どうかレノッホを見つけてくれませんか。彼の無事が確かめられれば主人も元気を取り戻しメダル交換もできましょうということで、はい、ということでこれ受けます。お、引き受けてくださるんですね。感謝いたしますぞ。大切なのはこの次。レノッホは大陸間鉄道パスを持っております。プクランド大陸にあるオルフェアの町で降りたようですが、その後の足取りは不明です。ですが他の大陸へは行ってません。町だけでなく人の暮らす場所を探せばいつかきっと見つかりましょう。
はい。じゃあ受けたクエストで、これまだ行ったことないんでないか。よし、はい。じゃあ早速行きたいと思います。これ今言ってたのがブクランド大陸のオルフェアの、町で鉄道を降りて、その後行方が分からなくなってると。で、町だけじゃなく人の暮らすところに、いる可能性がありますというふうなことを言ってたので、まずオルフェアに降ります。オルフェアに降りましょう。オルフェアに行きましょう。はい、着いた。で、オルフェア出口がオルフェア東とオルフェア西があります。オルフェアの右側がオルフェア地方東で、左側がオルフェア地方西ということで、でオルフェア地方西、こっちから出ます。はい、まだ行き先出ないよね。出ないね。うん。で、本当は馬車に乗って行きたいんですけど、まだ行ったことないので、馬車に行って行ける先、プクレットの村、ピーピのお宿、オルフェアの丘、キラキラ大風車島ということで、キラキラ大風車島に行きたいんですよ。行きたいんですけど、まだ行ったことないので行けないので、キャンセル。はい。ということで、キラキラ大風車島はどのように行くかというと、左下の風車の丘っていうところ、風車の丘っていうところに向かって行きます。こっち側はね、魔物使いになるクエストを受けるときに来たからね。これ結局まだ倒してないんだっけ。あ、倒した。あ、トンブレロ日替わり討伐で倒した。スライムタワー倒した。スライムタワー倒してない。倒そう。サポート仲間さんはこのような方たちです。オッケー。お、装備落ちた。守りの帽子、守りの帽子って誰が装備できるんだ。あ、僧侶、魔法使い、旅芸人、賢者、なるほどね。前回、前回じゃなかった魔物使いのクエストの時言ったように、オルフェアの町、オルフェア地方って、の西があって、こうやってトンネルとかが結構あるので、トンネルを通って、ここはもう上鉄道が通ってる壁がずっとあるので、左側に行けないんですよね。行けない。行けないけど、トンネルを通ることで、向こう側に行けるみたいになってる。トンネルを通ることで左側に行ける。この辺から行こうか。じゃあ、おーっと、この敵は倒したことあるかな。倒したことない。よし、通ると左側に出れたね。あ、人面獣倒したことないよね。よし、行こう。
で、こっちか。これレベル上げていくと、レベル上げていく、と、このドルボードの、乗り物の、ブースト機能っていうのが、いわゆるターボみたいな、ターボ、ブースト、瞬間的にスピードがブーンって出るみたいなのが使えるようになるんですけど、やっぱ使えないって不便だなって、使えないっていうのは遅いなって今改めて思った。本当、はい、風車の丘に来ました。で、真ん中のキラキラ大風車塔に向かいます。お、これなんだっけ名前、ベロニアゴ倒そう。あ、ラッカランで失敗した。ラッカランでルーラストーン登録してくるの忘れた。あ、眠ってしまった。おお、ナイス。はい、お、小さなメダル。これはあ、ウッディアイ倒したことない。はい、あら、これチャッピー、ナイス。お、エンゼルハーツ。ドラキーマは倒してるね。ドラキーマは倒してる。なんとかピエロはまだだね。一つ目ピエロまだだね。おー、ナイス会心。このエリアまで来るともう出てるのかな。まだ出てないのかな。まだ出ない。あ、まだ出ないのか。中に入らないと出ないのか。はい、キラキラ大風車塔に入りました。
はい。これで、戦歴からクエストリストで、メダルオーナーの開墾で、行き先、はい。あそこですね。2階となってます。右上に2階って出てる。ね。2階のあそこに行きます。で、クエストも紹介されたけど、クエストはなんだ？あ、お天気レポートね。これは、飛ばしましょう。はい、2階に着きました。もう一回見てみよう。ここですね。こっちから行きましょう。レノッホっていう人を探す。いた、レノッホ。はい、この人。はい、クラノッホにそっくりというね、レノッホです。はい。のどかでいい場所ですね。ここにいると私はどうしてあんなに一生懸命だったのかと考えてしまいます。ぼんやり風車や気球を眺めていると、仕事に明け暮れていた時は気づかなかったゆったりとした安らぎが感じられる。わかる、そういう気持ち、わかる。はい、ということで、ご主人探してるよ、レノッホ。え、クラノッホに頼まれて私を探していたですって。そうだよ、お手間を取らせてしまい申し訳ありません。確かに私がメダルオーナーの第二執事、レノッホでございます。ふんふん。私が戻らないためにゴーレク様が責任を感じ悩んでいらっしゃると。そうでしたか。私としたことがゴーレク様に牢から出していただいたお礼も申し上げずに、なんということを。牢に入っていた間に旅人たちから集めた小さなメダルのこともあります。旅人たちから集めた小さなメダルのこともあります。わかりました、すぐに戻ることにしましょう。はい、ということで戻っていいんだっけ。レノッホがすぐ戻ると言ったので、クラノッホのところへ戻ろうということで、はい。これ最初はこういう行き先が、昔は行き先が出なかったので、もうレノッホね、探した探した、でキラキラ大風車塔っていうこともわからなかったから、やれ、ピーピのお宿に行ってみたりとか、あとプクレットの村に行ってみたりとか、メギストリスに行ってみたり、チョッピ荒野に行ってみたりとか、いろいろ行ったりとかしたと思う。確かここにいるって分からずに探した探した、ほんと一番最初にやった時はね、もう4年前だけどね。もう4年前ですけど、はい。そうか、あとジュレットの南から行くか。ラッカラン、ルーラーストーン登録するの忘れた。はい、寝てる。じゃあとりあえずラッカランで受けられるのはメダルオーナーのクエストぐらいか。じゃあこれが終わったらレンドアに行こう。階段を上がる。まあ、ここちょっと人が何人かいますけど、お、達人っていうね、後々出てきますけど、達人オーブだっけ、名前なんだっけ、名前忘れた、達人オーブだったと思うけど、そういうやつが
できるようになってから用がある人で、今は用がないですね。ありがとうございます。レノッホが申しておりました。あなた様に声をかけられこの城に戻ったと。レノッホと対面したゴーレク様はあの通り元気を取り戻されました。元気になってんの？変わったように見えないけど。あなた様のおかげで主人は再びメダルを交換を始めることができましょう。お礼にこの品を受け取りください。ウルベア金印か。はい、メダル交換ができるようになった。はい、あ、そっか、クエスト報酬は、そっか、コンシェルジュで預かるようにしてるからね。はい、それにしてもゴーレク様があれほどに心を塞いでいた原因が小さなメダルを回収できていなかったことだったとは。え、レノッホの身を案ずるあまりと思っておりましたので。え、正直ショックではありま、え、今回のことで私は主人の小さなメダルへの愛情の深さをさらに知ることができました。今後も旅の途中で小さなメダルを手に入れられましたときは、ぜひ主人のところへお持ちください。え、どういうこと？どういうこと、ゴーレック？どういうこと？レノッホ心配してたんじゃないの？レノッホは来てくれたのであります。なんという幸せ。あ、喜んでるじゃん。自分は今猛烈に感動しているところである。あ、レノッホ帰ってきて喜んでるじゃん。彼が獄中で集めた大量の小さなメダル、ずっと行方が気になっていたのでありますが、それがついに自分のものに。お前、メダルが帰ってきてほ、メダルに帰ってきてほしかっただけじゃねえか。これでもう心配事はないであります。レノッホ、おい、レノッホはいつも通りメダル交換を始めるであります。はい、よく参られたありますな。自分はこのラッカラン島のオーナーゴーレクと申すものであります。はい、知ってますよ。なるほど、今刑事は27枚の小さなメダル持っているようでありますね。この中に欲しいものがあるならそのメダルと交換して差し上げます。ただし青い文字の品は一度きりですと。ということで、とりあえず前回自宅の畑で水をやるときにお伝えしたハウジングの中から、あ、違う、着せ替え通りじゃねえや、大事なものか、じゃあ大事なもの、これラクラクジョーロ、これが畑は本来は8区画水を一個一個やらなきゃいけないんですけど、これがあれば8区画いっぺんに水をやることができるっていう、その名の通りラクラクなジョーロでございます。これをまず交換します。はい、あとはね、一旦全部、まあリストいろいろあるんですけど全部見てみましょうか。まず種類順に並べよう、種類順に並べよう。はい、まずルーラストーンがもらえます。3枚で、これ青い文字のものは1回交換したらもう、2回3回って交換できない。なのでルーラストーン2個目3個目とかいうふうにもらえない、1回だけ。はい、ルーラストーンもらった。で、世界樹の葉とかもここで小さなメダル2枚とゲットしたりすることができます。はい、あとはまあ仕草書とかね、うん、仕草書、ポーズ書、石板、石板はさっきの達人オーブのやつなので今は関係ないです。あとは職人素材、職人素材、まあ着せ替えドールは、ハウジング用の着せ替えドール、あ、これ変なドールじゃないですよって前回なんか言ったような気がするけど、はい、あとはアクセサリー、か装備、うん、で俺とりあえずこのオカルトメガネ、オカルトメガネって今1枚なの？交換するの？え、これこの辺全部10枚だ、今1枚なの？あ、そっか、占い師のパッシブで取れるようになったからだ。占い師のパッシブ、まあパッシブに関してはまたおいおい説明 していきますけど、オカルトメガネ、じゃあオカルトメガネと、オカルトメガネと1枚でいいなら交換しよう。オカルトメガネと、あと地中ゴールドブルー、はい、まあこの2つぐらいですかね、当面いるっていうのは。うん、地中ゴーグルは盗賊の鍵のクエストの時にいる。オカルトメガネは、まあ、いらないっちゃいらないですけど、グレンのランドンフットとか、あの辺の地域に行く手前の洞窟とか、あの辺で、まあ、かけ
ったら便利っちゃ便利みたいな、まあ小さなメダル1枚と交換できるので、あと欲しいのはぐるぐるメガネかな。今小さなメダル何枚、12枚か、もう10枚ぐらい増えたらぐるぐるメガネと交換しようかな。うん、一旦これで、で装備、オカルトメガネはロック、地中ゴーグルもロックしておこう。はい、はやぶさの剣って、あ、レベル35からか。よし、はい、小さなメダルは以上っす。以上っす。道具の大事なものに楽々じょうろが入った、楽々じょうろが入った。 OK、ランディ君もね、かわいそうな人なんですよ、この子。はい、階段の上はオラクトラッカランの主、メダルオーナーゴーレク様の執務室になっております。オーナーは気さくな方ですから、ぜひあなたもご挨拶。うん、ランディ君ね、こう仕事こう警備を頑張ってるけど、警備頑張ってるけど、かわいそうな子なんですよ。はい、ランディ君の話はいずれ出てきます。ルラストン登録しよう。新品の石。駅前火事のランプ錬金ギルド、駅前でいいです。はい、よし。ラッカランの石があればね、あの駅のホームとかが近いし、預かり所とかも近いので、預かり所とかバザーも近いので便利ですよ。ここメダルオーナー、まあ駅なんですけど、すぐ前にこのランプの看板、ランプギルド、ランプ錬金ギルド本部の看板、ランプ錬金ギルドの本部があるんですけど、ここに預かり所、取引所、バザーね、あとこれランプ錬金のあのマスターなんですけど、素材や、まあ、武器、うん、なんかこういうのがあります。まあここにとにかくあの預かり所と取引所、バザーがあるので大変便利。はい、この小さなメダルだけもらって、あとはキャンセルします。はい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 、はい、出たとこにはそこにあの郵便屋さんがあるしね、郵便屋さんがあるし、ここには宿屋があります。でコンシェルジュに経験値もらうか。ん、不思議な小箱、なんか今言った、刑事様、実は先日私たち世界宿屋協会の一員がとある遺跡でたまたまこの奇妙な小箱を見つけました。この小箱をドルワーム王立研究院で調査してもらった結果、道具の大事なものから使うと時々輝くような文字が、ああ、はいはいはい、浮かび上がる、はいはいはい、我々にはどうすることもできませんので、冒険者である刑事様にこの小箱を活用していただけば我々にどうすることもできないから俺に渡すってなんだよ、言葉ちょっとおかしいぞ、はい、ぜひお受けだ、はいはい、これはもう俺たちにはちょっとわからんわと、もう刑事に渡しとけって、そんな感じで俺に渡すなよ、はい、不思議な小箱ね、はい、贈り物受け取り、はい、ストーリー経験値、はい、どうしていいかわからないから俺に渡しとけみたいな、おかしくない？よし、名声レベル上がった。はい、で道具、大事なものに、不思議な小箱入れたって、はい、使う。これどういうものかっていうと、とりあえず見てみようか。なんとかのレベル何以上のなんとかってつく人とすれ違ったらなんとかかんとかみたいなね、はい、不思議な小箱についての説明です。
小箱に記された冒険者とすれ違うと、閉じられていた蓋が開き、中のアイテムを手に入れることができます。示された冒険者とすれ違えないときは、翌日に小箱を使うことで示された冒険者を変更することもできます。アストルティアの中で示された冒険者とすれ違いましょう。はい、不思議な小箱に光り輝く文字が浮かび上がった。これエルフの女で名前にちっちゃいおの文字が含まれるレベル30以上の冒険者とすれ違おうということで、はい、これレベル30以上のエルフの女でちっちゃいおのが名前に含まれてる人とすれ違えばアイテムをもらえますってことです。はい、不思議な小箱は記した冒険者とアストルティア内ですれ違いましょう。すれ違いを達成して幸福をつかんだ後、もう一度不思議な小箱を使えるようになるのは10日後となります。そういうことで、はい、まあこういうちょっとしたね、お幸せを、お幸せを、はい、ということでレンドアに行きましょう。港町レンドア、はい、よし。で連動はね、駅はこのように、一旦降りよう、一旦降りよう。はい、駅のホームが3階にあるんですけど、ここ1つ降りて今2階ですね。で2階の、こっちの出口と、あと逆のこっちの出口というふうにあります。まあそれ、文字通りって文字出てねえか、その方角通りで、上に出ると、北、下に出ると南っていうふうに、連動は北と連動は南っていうふうに分かれてます。はい、とりあえず南からまず行こう。下が、ね、連動は南にとりあえず行きます。はい、いいです。はい、はい、クエストリストに新しいリストが追加された。はい、いっぱい出てきたねこれね。超お役立ち、あ、北のやつも出てるわ。これ連動は北と連動は南のやつがいっぺんに出てるの紹介されたので、ちょっと多めに紹介されてますけど、まずこれ、左下の初回報酬がルーラストーンってなってます。でこれルーラストーンをゲットできる、もう一個また新たにルーラストーンがゲットできるクエストなんですけど、これが、連動は北に、まあレベル24以上の冒険者なら、受けることができるクエストです。連動は北にこの人はいます。でもう一つ、これも連動は北なんですけど、魔法の鍵の仲間たち、これ初回報酬が左下に出てる魔法の迷宮に行けるようになるというクエスト、レベル20以上の冒険者ならばこのクエストを受けることができます。でそれと、釣り浪士、この人は釣り浪士すぐそこ目の前にいるんですけど、このクエストを受けると釣りができるようになります。はい、釣りゲーです、釣りゲー。はい、でベジセルクの宝庫、これはですね、キーエンブレムを1つ以上持ってれば大丈夫なんですけども、初回報酬ハテナになってるけど、これは強戦士の賞というのをもらえるのがこれだっけ。うん、強戦士の賞もらえる、クエストですね。はい、でバトエンファイター、これ左下の初回報酬がバトエンが遊べるようになるというふうに、バトル鉛筆
って昔あったらしいんですけど、僕知らないですけど、見たことないですけど、ドラクエのバトル鉛筆っていう鉛筆があったらしいです。でそれのをゲーム内で再現した、ドラクエ10内で再現したものらしいんですけど、それバージョン4、バージョン4から、追加された、新しく追加されたやつで、バージョン4を僕みたいにバージョン4をインストールしてなくても遊べるようです。はい。であと鍛冶ハンマー、これは道具鍛冶、の職人クエストですね。それと壺錬金の職人クエスト、それと目指せ素敵な尾根、あこれは普通のサブクエ、違う、どういった、これは便箋クエスト、はい、まあそのくらいかな、受けれるものっつったら。よし。で、あと、これ、バシッコバンリーちゃんが、港町、連動は南にいるんですけど、駅出てすぐのこの目の前に、この人どういう人かっていうと、すごい便利ですよ。どういう人かっつうと、はじめまして、この場所でバシルーラ屋を、始めるバシッコバンリーだよ、よろしくね。バシルーラはね、バシルーラ屋はね、あなたが登録できる場所なら、ルーラストーンに登録していなくてもその場所に飛ばしちゃえるんだよ。でも飛ばすのはどこで飛んでも1日3回までなんだ。料金も50ゴールドもらうけどいいよね。バシルーラ屋はバンリーの他にもいるから、もしよかったら会いに行ってみてね、ということで、メギストリスという町にもいます。はい。じゃあ改めて、ルーラストーンであなたが登録できる場所なら1日3回まで50ゴールドで飛ばしちゃうわよ。今日はあと3回飛べるよということで、これ例えばさっきラッカランのルーラストーン登録するの忘れたみたいに俺言いましたけど、そういう場合はこのラッカラン島を選べば、ラッカランのコロシアムや駅前やカジノやランプギルド、こういうところに行けます。あとウェナ諸島、はい、レーンの村、コルット地方ね、異例の浜の前とか、まああの地底湖の動物、祈りの宿、ジュレットの町、南東裁縫ギルドとかね、いろいろ行けます。はい。猫島とかにもね行けるしね。でこれが1日3回まで、毎朝6時にリセットされます。はい。毎朝6時にリセットされるんですけど、1日3回までできるということです。はい。今回はまあ使いませんけど、あとこれ、釣り、釣りはまた、別動画でやりましょう。はい。ここにはサンビタリアちゃんもいます。あの小さなメダルをくれるイエローダイアリーのね、サンビタリアちゃん、ここにいるんでね。はい。わー、来てくれたんだね、嬉しいな。イエローダイアリーに私自身の名前も書いておいたんだ。気づいてくれたかな。私と君の間にもちゃんとつながりが生まれたんだ。感謝の気持ちだ、受け取ってくれ。うふ、こんな感じで黄色の名前の住人を見つけたら話しかければいいんだよ。出会いの魔法の効力はケイジ君が私の選んだ黄色になった名前の人たちと話をするまでなんだ。ふふ、もう君には私の名は黄色には見えないだろうけど、いや見えとるがな、まだ黄色やがな。たまに会いに来てくれ、私はいつでも大歓迎さ。はい、はい、白くなった、これで名前が。はい。でこれグランドタイタス号っていうね、でっかい船なんですけど、これバージョン2のエリアに行くときにこれに乗っていくんですけどね、はい、今はまだ乗れません。今はある条件を満たさないと、ある条件を満たして、ある違うわ、あるボスを倒して、ある条件を満たさないと、あるクエストを受けないといけません。はい。まだ今はいけないです。はい。取り寄せ賞、言いにくいね。はい。5000ゴールド。はい。この人どういう人かっつうと、よく来たな。お前さんが欲しがってるものを売ってやるよっていう、なんか怪しい売人みたいなこと言ってるけど、買いに来た。で、まあ、なんだ、
今までもらった、もしもらったイベントでもらった服とか、イベントでもらった服とかを装備枠にずっと入れとかなくても、預かり所にずっと預けておかなくても、一回捨てちゃったりとかしてもここでまたもらえるっていうようなやつなんですよね。まあこういうやつの、まあ僕はまだもらってないのであれですけど、一回もらったことがあるやつならここでもらえる、もらえるっていうか、まあ100ゴールド、100ゴールドで買える。いろんな、懐かしいね、見てたら、あの季節イベントとかのね、季節イベントとかの装備とかだね、これね。お祭りとか夏祭りのやつだね、七夕のやつか。懐かしいね。まあこういうふうに、一度、もらったやつをここでまたね、はい、っていうやつです。まあ全てがそうじゃないんですけど、全てがそうじゃない、大体のやつはここでまた取り戻せる、買える、捨てちゃっても。あとここの、まあ大したもんじゃないので紹介しなくていいかもしれないけど、この酒場の中にね、討伐なんか本部みたいなのがここにある。ここに討伐隊員、討伐隊員って書いてるけど、ここ討伐隊の本部だったと思う。確か左上に出てるね、モンスター討伐隊本部っていうふうに出てるけど、はい、記録係、おっと、はい、ここは各国連合モンスター、討伐隊本部、アストルティアの平和を守るために戦う討伐隊員の集う場所であります。私はそのモンスター討伐隊の記録係、各地から寄せられた討伐依頼を冒険者の皆様にお伝えするのが役割なのでございますが、あの忌まわしい事件を私が列車の中で眠い目をこすりながら、依頼書の内容を確認している時に起こりました。私が、はい、この辺はいいです。はい、あのモンスターを倒すと、あの今依頼書を受け取りましたけど、モンスターを倒すと時々依頼書っていうのはドロップします。こういう依頼書。はい、で、それで、この依頼をこなすと報酬がこういう風にもらえる。例えば一番下に出てますね。討伐対象マッドフィンガーっていうのモンスターを1匹倒せば、報酬として魔法の小瓶12個もらえるっていう風な依頼、こういう依頼書を時々モンスター倒した時にモンスターがドロップします。はい、で、マッドフィンガー倒しに行くのめんどくせーみたいになったりとかしたら、ここで、依頼書を売ることができる。はい、100ゴールドで売れるね、100ゴールドで買い取りますよっていうことなんです。まあ売らないですけど、なぜ売らないかっていうと、前回お伝えした、超お出かけ便利ツールっていうスマホのアプリ、スマホのアプリでの、モンスター牧場でこれを使うことができるんですね。はい、ぜひ使ってみてください。依頼書をモンスター牧場の中に、依頼書を使うための船があるので、興味のある人はその時に使ってみたらいいと思います。道具は結構溜まってきた、道具枠は。はい、じゃあレンドは北に行きます。録画時間どのくらい、54分54 55分。じゃああとドルーラストーンのクエストだけやろうかな。で次回、ジュレットのあの道具枠のクエストとかもやらないといけないしね。あとこのレンドア北にある魔法の迷宮とかもやんないとね。はい、ここの紹介されているクエストの旅の終わりと記憶の石、これが、ルーラストーン、
初回報酬がルーラストーンのクエストですけども、行き先、はい、すぐそこ、ここにいます、はい、このおじいちゃんマジリクさんがそうです。ほっほっほ、見たところお前さんはレベル24以上の冒険者のようじゃな。各地を巡り旅も波に乗っている身か頃かな。ああ、2時半から5時半までメンテナンスを行います。今日は11月29日の今1時半なので、あと1時間大丈夫っしょ。旅も波に乗っている頃かな。この町で暮らすようになって随分経つが、わしも昔は世界を旅する冒険者であった。しかし今はもう旅に出ることもままならん。使わなくなったわしのルーラストーンをお前さんに譲ってやってもよいが、一つ昔話を聞いてくれたな。はい、うん、では付き合ってもらおうかの。わしが長年の相棒とオーグリード大陸を旅しておった時のことじゃ。わしらは若く怖いもんなしじゃった。ある日グレン領東で見かけた魔物にもやれ力試しと戦いを挑んだもんじゃ。しかし魔物は手強かった。かなう相手ではないと気づき、わしらは慌てて逃げ出したと昔話はここまでじゃ。うん、逃げ出したんじゃねえか、怖いもんなしじゃなかったのかよ。逃げ出したんじゃねえか。見ての通りわしはすっかり老いてしもうた。若い頃に歯が立たなかった、魔物を倒すなどもはやできるはずもない、うん、そこでじゃわしの代わりにオーグリド大陸のグレン領東にいる鎧の騎士を、倒してきてくれんか。グレン領東にいる鎧の騎士を倒してくる、はい、そうすればお前さんにわしのルーラストーンを譲ってやろう。どうじゃ、頼まれてくれるかの。はい、行きます。お、やってくれるかの。鎧の騎士はグレン領東のさらに東端の奥まった地にいる。わしの相棒は腕利きの剣士じゃったが、あいつの剣ですら鎧の騎士には歯が立たなんだ。お前さんは用心していくんじゃぞ。はい、ということでクエストリストから旅の終わりと記憶の石、あ、まだ行ったことないか。よし、とりあえず、グレン領東に出ろっていう話だったのでグレン領東に行くんですけど、その前にこっちにね、バトエン屋とかあるね。こっちに、まあ、レモンハルト、これレモンハルトってあのイベントの時クイズのイベントがあるんですけど、そのスライムですね。はい、今は何もやってないですけど、まあ、小さなメダルイエローダイアリーだけ、はい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 、今はやってない、開催してないです、はい、これが戦歴からクエストリスト紹介されているクエストリストで、これベジセルクの方向っていうクエストの人で、これが魔法の迷宮のクエストの人、まあこれもうそれ関連なんですけど、これはまたじゃあ次回、やっていきたいと思います。とりあえずグレンにじゃあ行きたいので電車に乗ろう。あ、ルーラストーン登録しよう。その前に、こんな人いた？こんな人いたっけ？ご機嫌の旅の方、アストルティアの皆様のおかげで私どもは滅亡を免れるということだ。今回ゴールデンナイトのフィクサー様にご支援いただいた金額は、桁がわかんねえ。19億9000、うん、はい、フィクサーさんってあの配信者のフィクサーさんなのかな？わかんねえ。ガタラ。おー、駅前。モコモコパーク、駅前でいいや。
レベルが上がってスキルポイント、あ、覚えてるわ、スキル。お、はやぶさ切り覚えた。よっしゃー、せ、あ、剣聖、剣聖、よし。じゃあグレンに行きます。あと魔法の迷宮と道具枠のやつをやったらまたストーリーに戻れる感じかな。それかそのレベル34とか35とかにクエストやってたらなるかな。なったらラッカラのササラナさんの装備枠の拡張クエスト、うん、東、こっちだ。なんであのレベル20から30ぐらいってやっぱ2番目の町についてちょっとストーリーやって電車乗ったりとかしてみたいなのが落ち着いた頃にやっぱ超便利クエストが結構出てくるんですよね、こうやって。でもそれ一通りやっておかないと、まあそれ無視してどんどんストーリーばっかりやってもいいんですけど、やっておかないと多分後々小さなメダル交換できなかったらルーラストーンが1個ねもらえ、小さなメダルでルーラストーン1個交換できたりとか、まあそれ交換できてなかったら他の普通よりルーラストーン少ないわけですから、そんなのでちょっと不便だったりとか。お、場所出てるね、右上。あとはなんだ、うん、でこのルーラストーンのこのルーラストーンのクエストを受けてなかったらさらにもう1個ルーラストーンが普通よりは少ないわけですから、もらえるはずのものがもらえないわけで、ルーラストーンが少ないっていうのはもう旅とかをやっていく冒険をやっていく上ですごいネックになるので、ルーラストーンが少ないっていうのは。なんでルーラス取れるルーラストーンは極力取っておいた方がいいと思います。でカジノを別枠でやりますって言ったけど、カジノの景品にもね1回しか交換できないルーラストーンがあるんですよね。なんでカジノもまあカジノですけど、遊びということじゃなくてルーラストーンをねゲットするためにもカジノもやっておいた方がいいし、あとなんだ道具枠の拡張クエストを拡張しておかないと道具もね、いずれなんかいろんなものを持たなきゃいけなくなる。例えば今魔法の小瓶だけ持ってますけど、いずれ魔法の聖水とか賢者の聖水とかを持たなきゃいけなくなったりとかするし、こうやって素材とかをねいろんなところに行って素材いっぱい拾っていちいち預かり所に預けたりとかするのもね、道具枠が増えたらそうやってなんかちょこまかちょこまか道具整理することもなくちょっと余裕が出てくるし、あと装備枠に関してもそうです。装備もねドロップした装備とか自分で買った装備とか、あとイベントでもらった装備とかクエストでもらった装備とか、いろんな装備を今から増えていくと思うんですけど、そんな中で装備枠が増えてないとすぐいっぱいになっちゃうので、それも冒険していく上で困るので、まあ、だから超便利クエスト、ね、超便利クエストっていうクエストの名前になってるんでしょうけど、なのでこの辺のね一連のクエストはストーリー進める前にちょっとやっておかないと後々不便なんで、後々不便っていうか不便っていう言い方がし後々便利にならないので。鎧の騎士、これ先に倒すか、鎧の騎士、はい。Thank you.
はやぶさ切り2回攻撃、よーし2回攻撃で27、火炎切りで28 火炎切り1回と変わんねえじゃねえか。はい、はい、41、あ、そっか、攻撃力、旅芸人が攻撃力上げてくれてるからね。よっしゃ、あ、1回倒せばいいのか。よし、倒した。錆びついた剣を手に入れた。はい、爆弾は倒したことあるかな。あ、倒したことない、爆弾は。じゃあ倒しとこう。わあ、2匹か。作戦が作戦バッチリバッチリ、賢者ガンガンにしておく。賢者ガンガン、はい、お、装備、お、バンデットはこれ装備できるんじゃねえ、装備、いや、できるわできるわ。攻撃魔力、守備力、うん、よし、あ、レベル35からね、35からハヤブサの剣とバンデットが装備できるじゃん、楽しみ。これほんとね、装備買わなくなっていいのはほんと。装備、まあ、これ鉄の装備一式買ったけど、装備にあんまりお金かけなくてよくなったのは本当ね、便利、便利っていうか楽になったよね。連動は来た。あ、もう戻っていいのかな。あとなんか追加的なことなかったっけ。あ、マジルクに報告しよう。よし、連動は来た。はい、ただいま。どうやら鎧の騎士を倒してきてくれたようじゃな。ほっほっほ。うん、お前さんの持っているその錆びついた剣をわしに見せてくれんかの。おお、やはりこの剣は。そうか、そうじゃったか。見間違えるはずがない。これはわしの相棒の、あの時別れたあいつの剣じゃ。魔物を前にあいつは逃げろと言った。わしは一緒に逃げたかったが、あいつは二手に分かれてレンドアで合流しようと。あいつの言葉を信じてわしはずっとずっとこの町で待っていたんじゃ。ありがとう刑事、ようやくわしは相棒と再会できた。わしの旅はこれで終わりじゃ。このルーラストーンももう必要ない。約束通りお前さんに譲ってやろう。よし、ゲット。はい、オッケー。はい、あ、とりあえず、うん、お前さんがあいつをここへ連れ帰ってくれたんだからな。ほほほ、ということでよかった。マジリクじいちゃん、よかった。ルーラストーン、レンドア北駅前の石、はい、新品の石じゃなくてレンドア北の石になってますけど、まあこれ書き換えができる石なので、はい、位置変えておこう。はい、よし、はい、ということで今回はラッカランとレンドアのエリアの説明と、それとメダル、小さなメダルが交換できるようになるクエスト、それとルーラストーンが新たにゲットできるクエスト
をお送りしました。はい、次回はまず道具枠を拡張するクエストを受けないと、それと魔法の迷宮行けるようになるクエストかな、その辺からやりたいと思いますので、ぜひお楽しみにしていただければと思います。はい、ということで今回の動画はここまでです。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。よろしければチャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それと応援の高評価をクリックお願いします。それとツイッターのリンクが動画の概要欄に貼ってますので、よろしければフォローしていただければ幸いです。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。それではまたお会いしましょう。